配信したいので、はい、おはようございます。でも8時頃まで何しよう。そう、何しよっかな。ちょっと髪の毛だけ直すね。さっき髪の毛やばいんで一旦髪の毛直します。さすがにこれでしばらく配信はちょっとしんどいわ。そう、メイクもせずに、あれ線抜いちゃった、はいよん。今日は朝起きたらめっちゃなんか寒かったです。寒かったです。なんか髪の毛がそこさ、なんかうねってんだよね。うねってるし、なんか後ろとかもなんかもじゃもじゃすぎて、これ治んのかな。はよん。リフトありがとうございます。缶コーヒーに買ってらっしゃい。お目目が覚めるわよ。私もね、今ブラック飲んでるんで、ちょっと前髪先直そう。ニフトありがとう。おはよう。おはよう。おはよう。みんなね、朝早くから起きてて偉いね。ちょっと髪の毛切りたいな。そう、ボブ、もうちょっとミニボブにしたいな。ね、髪の毛伸びてくるとさ、ボブってさ、伸びてくるとなんかちょっと中途半端になって嫌なんだよね。そう、ミニボブが、あのルセラフィムのチェワンちゃんのミニボブがめっちゃ好きで、私。私もともとあんまり知らなかったんですけど、それ見て、あ、可愛いってなって、そう、チェオンちゃんも好きになったし、私もあ、これがいいなと思って、そう、ロング時代も一応ね知ってますけど、私チェオンちゃんはボブが好きで、そう、黒髪のあのボブがめっちゃ好きで、ロングの時はロングの時でまた違う可愛さがあったんですけど、はよう。ギフトありがとうございます。
毛かな。治った髪の毛。治りました。いつもの平野ひかるです。完成しました。だね、外ハネとかできたらいいんだけど、私下手くそなんですよね。急に魔法にかけられてでした。うーん、何しよっかな。何がをしなきゃいけないかな。私はあーでもパソコン持ってきてないな、今ちょっと絵描きながら配信しようかなと思ったけど、ちょっと今度持ってきますね、パソコン。下行くのしんどいんで、今今度また絵描きながら配信しますね。そうだな、今ここの部屋にあるものでできること。おはようございます、初見さん、ありがとうございます。お部屋でできること、お部屋の掃除したくないのでやりません。なんで朝から掃除しんなのって話やんな。さて何をしよう。漫画ね、最新刊とか読んだからな。そう、今目の前にさガンプラあるんですよ。ガンプラしよっかなと思ったんだけどさ、なんかこまごまとしすぎてて、なんかパーツなくなりそうで怖いなと思ってさ、やらないって思ったんだよね。どうしよう。少々お待ちくださいね。違った。ちょっと待ってん。ギフトありがとうございます。茶色とさ緑のさ、たい焼きの違いは何？茶色は抹茶味とかそういうやつですか？ね、あ、無料と有料で違うんだ。茶色が無料ってことかな。あれだね、あれでしょ、多分あれだよね、なんかそのなんか条件満たすとあのもらえますよっていうやつだよね、きっと。ぜひぜひ皆さんゲットしといてください。イベント参加しますので。すごい、なんか勝手にあー抹茶味とカスタードとかあんのかなとか思ってたんだけど、違うんだ。そう、あれなんか緑っていう緑なんだね。緑なんだね。でも確かにな、じゃあ何色って言われたら分かんないよな。はい、ぜひ
まあ今でも全然いいんですけど、はい、イベントを参加しますのでよろしくお願いいたします。ちょっと待って、ちょっとこれが分かんない。しけんさんありがとうございます。ちょっと待ってね。違う、この詩じゃない。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。ちょっと待ってね、本当に待ってね、ごめんね、ちょっとマジでちょっとわかんない。おはよう、二日酔いな、あら大丈夫、大丈夫かい。なんか二日酔いの薬とかってあるんだっけ。なんかもしお薬ありましたら飲んでください。お、来た来た来た、おっしょ、はよオッケー完了。よっしゃ、そうしましたら、よし、オッケー。ありがとう、ごめんね、お待たせしました。おはよう、皆さんおはようございます。しけんさんもありがとうございます。ます、はい。ケビンの和菓子イベントが9日から始まってるか勘違いしてるかも。あの、私がフリー枠になりましたので、あの AKB ではございません。ご了承ください。そちら、あのね、ご注意ください。ご了承くださいじゃない、ご注意ください。なんか最近さ、まあなんかさ、敬語とかでさ、お客さんと接したりさすることがあるわけ、敬語が出てくる。そう、たまに家でもやるの。そしたらお母ちゃん大爆笑すんの。お母ちゃん違う、お母ちゃんじゃない、おばばか、ばばがね、なんか大爆笑すんの。じゃあ別にさ、そう、なんかね、言ってることを言ってるだけなのに、言わなきゃいけないこと大爆笑すんの、なんでと思って。多分あれだよね、ヒカがさ、ずっとアイドルとしてやってきたのに、あの、こうやってさ、仕事してさ、接客したりするからさ、
それがなんか面白いというかなんかねあるんだろうね。かしこまりました、少々お待ちくださいそう、そう、敬語の使い方合ってる？わかんない、なんとなく聞きかじったものを使っております。そう、もうなんか仕方ない、それに関しては別そこら辺について指導を受けるわけでもないし、もう聞いて他の人が言ってるのを真似ていくしかなくて。ギフトありがとうございます。そう、仕方ないそれ。お、シュガーの木食べた？めっちゃ美味しかった。食べたいな、早く。しばらくお菓子立ってるから。無礼じゃなきゃいいのよ。そうね、別に無礼なことは言ってるつもりないですねうん、まあ、やっぱりさ、話す段階でその焦ってさ、なんかあやばい変な敬語使っちゃったみたいなのは多少ある。そうけど多分無礼な類じゃない。あ、きっとこの子緊張してんだろうなみたいな、そう感じのになるそれはそれで恥ずかしいんだけど、まあ、だからね今はねもう頑張って冷静に話すようにしてるよ。テンパるとさ口回んないし、自分が何言ってるかもだんだん分かんなくなってくるから、そうよくないね。はいよー、初見さんありがとうございます。あ、サトルンさん、フリー枠初めてなんですね、ありがとうございます。でもだんだんきっとね、もっとたくさん人と話して接客して敬語使っていけば慣れていくはずだから。いや昨日はね、昨日はもうね慣れたもんでしたよ。上手だった私自画自賛。そう上手だった私昨日。鹿のモカスタンドって知ってる？なんか聞いたことあるぞ。ちょっと待って、やっぱりさ携帯をさ別で使ってるからさ、パソコン持ってくるね。なんか調べたりもするのもそっちの方が楽なのでっていうか、じゃないと調べられない。パソコン持ってきます。止まってたよね今、ごめん。充電の表示が出てた。よいしょ。もうねこっちね充電の減りが早くて、もう古い携帯なんでもう仕方ないんですけど、ショールームに使ってるし。モカスタンドだっけ。充電あるかなパソコン。最近使ってなかったんで全然。そうちょこっとねエクセルお母ちゃんに習うのに使って、絵描いて、そうそれから使ってなかったんでしょ。主権さんおはようございます、ありがとうございます。おはよう。読み込み遅いなあれ、読み込み大丈夫そう？私のパソコン昨夜わがなくなってるすいません、朝から騒がしくて申し訳ないです。すいません。パソコンのセットアップを完了しましょうとは、ちょっと待ってね。QR はどうした？ラッキーだ。
開始ちょっと待ってね、なんかさ、なんか来てんだけどさ、開始するには、いやスキャンしたけどあれ QR コードスキャンしましたけど、パソコンも Bluetooth オンになって設定必要なんだ、設定のそんな名項目あったっけ、マイデバイス、少々お待ちくださいね。もうなんかね、パソコンってね難しいですよね、ちょっと難しすぎて分かんないんだよ全然。そんなぶところなくないか、そんなところないので、これかな、10分なんでサポートの方行くんだ、これってこと、あいいや、もういいや、スキップしよう諦める、もう分かんなすぎて諦める、何、大丈夫です、次行ってください、わかんないので、ネットつながってる、ちょっと電波あんまり良くないけど、購入しません、ごめんなさい、購入しませんよ、辞退しますよ、ギフトありがとうございます、いやーまあ今スキップしましょう、もうよし終わりなんちゅう雑な、何でしたっけ、マカスタンドでしたっけ、ちょっと待ってね、なんかもう分かんないよね、難しく書かないでほしい、そのさ日本のさ丁寧さは素晴らしいと思うんだけど、いやそこはちょっとさ、なんか分かるように、丁寧すぎて分かんない時ってあるじゃないですか、えこの言葉何みたいなさ、困る結構、なので丁寧なのは素晴らしいことなんですが、ちょっとねもうちょっと分かるように説明していただけるとね、私はとても嬉しいかなと思います。まあ日本のね、すごく文化的なそのいいところではあるんですけど、きっとお腹鳴った、あごめんなさいね、マカスタンド金沢でしたよね、あれ関西じゃない、石川、石川の方が確実だな、あ変なんだった、なぜ、えでな、なんで、あこれかな、あ、美味しそう、これ絶対これだよ、ノートン大丈夫です、はいありがとうございます、え絶対これだと思う、えめっちゃ美味しそうなんだけど、すごいモカスタンドってカタカナじゃないんだね、そこにびっくりしてる、場所はですね、お津幡町小かな、これ 21-3 住所、13席だって、
初めて聞いた。めっちゃ美味しそうなんだけど。そうカフェっぽい。そうね、ジャンルカフェ喫茶店になってるんで。めっちゃ美味しそう。フレンチトースト、コーヒー。カフェラテ、カレーチーズトースト。あれ私見てるの本当に合ってるよね多分これ。でもさ、アンバタートーストだったよね。出てこないんだけど写真、まず写真自体が少なくって。そう、美味しそう、めっちゃ美味しそう。ちょっと他のサイト見てみますね。あ、でもこれかな。フレンチトーストではない？フレンチトーストになんかそのあんこと、あ、でもバター乗ってないなこれ。メニューあるはある。メニューとしてあんこバタートーストがあるから多分合ってる。なんだけど肝心のね、お写真の方が出てきません。どうして？そうね、ちょっとその写真が一番見たいんだけど。そうお抹茶屋もカスタードですかね。どうして？写真が見たいよ。みんなちょっと調べてみて、ぜひ。画像で出るかな。お腹鳴った、お腹すいた。あ、インスタグラムがあるね。私これ見れるのかしら、インスタグラム。わ、美味しそう。めっちゃ美味しそうです。多分これだと思う。美味しそう。かき氷もやってんだね。いいっすね。いいな、行ってみたい。ようやく見れました。けんさんありがとうございます。おはよう。ちょっとね、してお菓子の新商品を見ます。たまに見るやつなんですけど。ね、お団子もね、お団子も美味しそうだもん。ね、お菓子の新商品あります。そう、さっき見ようと思って忘れてた。モグナビでいつも見てます新商品そう、あ、夏トリュフ塩バニラ味美味しそう。6月13日発売になってますね。こうやってねたまに見て。もうシャリモニグミのソーダ味も欲しいな。そう、あ、これ美味しそう、これ食べたいなとかしてますえ、しない？どこの新商品？なんかお菓子全般モグナビで出してるんですよ。まあこれが全部ってわけではないだろうけど。そう、みんなの商品口コミサイトモグナビですね。お、出ました、梅味のポテト、夏ポテト。これ毎年出ますよね、美味しいやつ。あとは知ってるやつでしたですね。32分になりましたね。うん、ご飯が食べたい。マミよいしょ。
見て、なんかチャットが来ちゃった。お、このチャットはもしかして今話題のチャット GPT ですか？違う？あ、ちょっと違うっぽいちょっと違うっぽいですね。うん、違いました。GPT か、なんかもういつもわかんないの、 GTP なのか GPT なのか。そうですね、そうしましたら何しよっかな。絵を描かなきゃいけないんだけど、レモンたくさんなの、たくさん旬なのかな。まあ、旬っていうのと、まあなんかレモンイコール夏って感じしない？私だけかな、そうって思った。絵をね、今下書きを軽く作りまして、そう、あとは細かく書いていかなきゃいけないのと、やっぱ人間の体の構造がね、バランスが。でもこれとかいいな。そう、ちょっとこれ参考にしよっかな。ちょっと新しいの出そうかな、一回。どうした、これもなんかあるぞ。まあいっか、これは大丈夫そう。そう、レモンは夏って感じする。ネイル、なんかチップ作りたいもん、レモンのとか。カスタム、カスタム、いや、カスタムというか正方形でいい。あ、待って、持ってきてくれたかも。ありがとう。これね、全部かけたらくどいかなと思って、で足りんかったらこれ、うん、ありがとう、腹減り、うん、ということでご飯を食べます。ご飯を食べます。はい、昨日の夜ご飯のユッケです。はい、昨日の夜ご飯のユッケです。昨日食べなかったんで、私はこの時間にいただきます。絶対これパソコンの上にしない方がいいパソコンの扱い方がね、ちょっと少々雑でございまして、私ね、高級パソコン、お高い、私の人生で、今までの人生で一番高い画面なのに。これ食べて、こう頑張り、学校じゃないよなんで学校なの学生気分が。いただきます。これ食べて、そうっすね、そうっすね、あれっすね、お仕事頑張りますね。うん、サーフェス高いんです。あとちょっと大きいね、サイズが。うん、リュックに入れるとリュックの形が変わるくらいにはちょっと大きいです。まあ、でも便利です、すごい使い勝手は私的には。うん、他の Mac とかを使ったことないから分かんないんだけど、使い勝手は結構いいと思ってます。うん、うん、おいしい。よし、じゃあきゅうりとユッケを混ぜちゃって、これね、ローソンのねユッケなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。そう、たまにお家で出るやつ、いつもねババがあのおかずをね作ってくれるんですけど、たまにこういうのも出て、ちょっと待って、少々お待ちくださいね。もうね、
コナン君はねパッドから流れてますずっとつけっぱなしでごめん。そう、ちょっと待ってね。シーズン25ずっと、いやなんかずっと流れてく、そうだんだん流れてくんで、これも1からずっと流しっぱなんで、割と流してて、すみません終わりました、ご飯いただきます、申し訳ないですご飯中に。うん、おいしい、うまっ。このベルモットさんセクシーする、ベルモットいいよね、ベルモットめっちゃ好き。うん、でかバーボンとベルモットのセットがいいね、なんかかっこいい。そう今回の映画なんかね最高だったから2人。うまっ。食レポもう絶対しないよ、うまいうまい。ケってなんでこんなに美味しいんだろうね。うん、なんで恥ずかしいから、普通にお仕事でするなら別に恥ずかしくないんですけど、あんまり、うん、嫌だもん、うん、理由としては嫌だからですうん、うん、美味しいな本当に。うん。おはよう。お野菜もねちゃんといただきましたので、ちょっとだけなんかちょっと食べようとしてるんかなくらいの野菜の量そう、おばばが入れてくれたんで、それも今ほんうん、なんかあれですね、カタログギフトが当たりますよっていう、なんかそんななんかイメージガールみたいなものではないので、なんだろう、ゆるいべってほどゆるくするつもりもないけど、そのガチってほどガチでもない、まあ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 な、頑張りたいよっていう、ちょっとそう。でもめったにやらないんで私イベント、めったにって、まあ月1くらいかな、あんまりしないんで、もしやるとしても多分わかんないとか言ってめちゃめちゃやってたりして、そんなも多分、うん、あんまりしない、がっつりはすることないんで、イベント中ね本当は何かしたいんですけど、ちょっとねバイトがあるんで
できない可能性の方が高い。そう、本当はなんか、うん、なんか作ってとかしたかったんだけど、うん、だから、まあ、配信はめちゃすると思う、普通にと思うんだけど、世間の定義ではゆるいべかな、だそうですゆるいべだそうです。激辛ペヤングはもう私は食べれないのでやめときます。あの仕事に支障が出ます。いや、ママよりも仕事に影響出るじゃん、ダメだよ。ママよりもしっかり仕事してるからね。ギフトありがとうございます。ロシアンたこ焼きも基本的に夜に2時間とか時間2時間以上時間取れないとできないんですよね。そう、そこまで時間取れないんですよ。なんか朝昼じゃない、朝夜分けてとか配信ならそうできるんですけど、なんか圧倒的に時間がない、困ったもんでして。うん、和菓子食べる配信しなきゃいけないの？ルール？それ。うん、違う。腕時計見ちゃう。もう常に腕時計つけときたいな。普通に恥ずかしい、何もつけてないのに腕見出すって。あよ。ギフトありがとうございます。あ、ルールはないんだ。なるほど。ただただ私はってことね。ルール考えます。うん、今日珍しく朝からがっつり食べてる。うん、うん、そしてご飯の量が多かったアップルウォッチ持ってます、持ってますけど、仕事するのに使うのは普通の 腕時計の方が分かりやすくて、なんかあんまり使わないんですよね、アップルウォッチで。携帯があるから近くに。飲み物入れないの？コーヒーある、コーヒー
ごちそうさまでした。光るんってイメージしてるよりもご飯食べるんだね。それね、言っとくよ、あんまり言わない方がいいで。機械やからええけど、それでな、傷つくおるからな。私はまあ食べるの自覚してるし、そうでもね、そうどうしても食べちゃうよっていう子もいるからね、まあ言う相手は考えた方がいいで。傷つけちゃわないようにね。まあ私は日によるけど、まあ大丈夫。食べ合わせ、そうコーヒー、で朝はコーヒー飲むんですよ。そう朝起きたら割と最近はすぐにコーヒー入れてあったかいの、そう飲み始めるんで。ごちそうさま。これで私は今日仕事終わるまでご飯食べれないので、間に、間の時間に食べれるかな、一回だけ、わかんない。それ逃したら食べれなくなる。そんので、昼食べないんじゃなくて、ちょっとその仕事の時間上、そう忙しいので食べれないんですね。あ、それ終わったらね食べれるんですよ、全然みんなその時間に食べてますし、そう休憩時間がその後にあるんでそこで食べるんですけど、これはね仕方ない。シュガートーストの木が、あおね、コーヒーいいよね。なんかお母ちゃんもね、甘いもの食べるときとかさ、コーヒー絶対入れて。よし、そうです、1日分のエネルギー、まあまあそうっすね、半日分かな。半日分のエネルギー。私シュガーバターの木、やっぱりシュガートーストの木、シュガートーストの木、いいよ、いいんだよ、大丈夫、ごっちゃになることある、誰しも間違える、大丈夫。そう半日分のエネルギーで食べれたら、その後にちょっと食べて1日分のエネルギーを摂取します。圧倒的にカロリーは足りてないよね。ギフトありがとうございます。よし、じゃあメイクしてこっかな。体温測るね、体調管理、体調管理。急に体調管理だって、たまにね、たまになんかき、あの、測るんですよ。今ちょうどパッと目に体温計入ったんで、目に、あ、絶対ない、よし大丈夫です、元気です、思ったより平熱低かったけど大丈夫です、元気ございませんので、お仕事しっかり行かせていただきます、頑張ってきます。毎日は測ってない。毎日は測ってない。光るの平熱ね、36度ちょいくらい、そう最近はね特に。ギフトありがとうございます。そう36度ちょいなんですよ、私少しね低い、平熱はね高い方いいんですよ、高い方が代謝がいいというからしいですよ。もうだから本当にいいことらしいです、平熱高いの少しね、まあ、高すぎるとなんかちょっと心配になるけど、どうなんだろうって思うけど、まあ36度後半くらいなら多分いいと思います。私はもともとね、私そうだったんですよ、もともと36度後半、7、8とか、まあ、9でも全然平熱に入る感じだったんですけど、いつからか平熱が下がりまして、めちゃめちゃ下がりまして、
そう、ちょっと低い。まあめっちゃ低いわけじゃないから、35度台とかじゃないからいいんだけど。そう、だから元夫とく、そう、元夫と比べたらね、ちょっと低くなりまして。36度後半高めのような気もする。嘘、私はそれで生きてきたんだけど。で、あ、普通だねって言われて過ごしてきたんだけど、私が高かったの。あれおかしいな、初耳だ。まあそう、個人差はすごいよね。37度ちょっとあって、あ、まだ平熱の範囲っていう人もいた。そう、見かけたことある。へえ、そうなんだって。いつもこのくらいって。そう、37度1とかでもまあまあまあギリギリ平熱の範囲だわって。え、そうなの。37度って言ったらまあまあなんかちょっとなんか、ん、んってなる。あ、ちょっといつもより高いな、うん、大丈夫かなっていうになるんだけどな、私はと思いながら。そう、まあそうね、なんか時間帯によってね、あの体温も変わりますから。平熱測るときは、分かりって知りたいときは1日に何回か時間分けて測るといいんですって。でその平均を取るんですって。でなんかで見た気がする。そう、おはよう。あれ、朝低く出ない？いや、日によりますね。朝から、あ、結構日焼けしっかりあるねっていう日もあります。ごめん、ちょっとメイク中なんで話し方が、今ハンド伸ばしてるんで、ちょっと今見せられないお顔してるんで、はい。ハンデを薄く塗りまして、パウダーをねちょっと買いたいんだよね、本当は。パウダーがさ、もう割れてさ、それから使ってなくって、まあなくてもさいけるんだけど、あった方が嬉しいなっていうね、私のね願望。チキ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 、あれ、コーシーラーがない。あ、いた。かかちゃん、自分の手は冷たい方とか言ってなかったっけ。あ、そうなんです、私手冷たいんですよ。いつも心配される、みんなに。え、大丈夫かと思ったら急に、あ、今日めっちゃ暑いねってなる日もある。でも基本的には冷たいです、私。なんかあったかいと驚かれる。あ、今日手あったかいねって言われる。そう、あ、基本的にはほぼほぼ冷たいです、私の手。いや、心があったかいんでね。っていうか、末端冷え性なんです、私。ちょっと末端冷え性なんで、どうしても足先手先が冷えちゃって。そう、はよ、
もうねみんなね最近ヒカのメイク映像見すぎてさ、あー次これするなっていうの分かってきたんじゃない。そう、プッシュしたことないけど、そうね、なんかコロナ禍になってからさ握手会がなくなったからさ、ね、なんかさそれまではさもう握手会が主流というか握手会だったじゃない。なんでボールペン入ってるんや。そうね、ラインか涙袋時間かけるね。あ、涙袋です。時間かけるというかなんかね、涙袋とかってさ書きすぎると不自然になるんで、なんかまあ自然な範囲で書きたくって、私もともと笑うと涙袋は出る人なので、そうだからあんまりそうがっつりというかなんか、うん、まあ、嫌だなっていう感じで。押して握手するとき緊張でファンの体温上がりがち。いやでもあるかも、それはあるかも。あとさ、キカはさ手汗出ちゃうタイプそう、手汗出る、緊張すると変になんかドキドキして体熱くなって手汗が出てきちゃう。ちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってて。お待たせしました。あれ間違えた、お待たせしました、ごめんね。ただいま。そしたら眉毛描きます。ごめんね本当にお話の途中で抜けちゃって。おかえり、ただいま、ありがとう。おかえりって私が言うの変だわ。
眉毛ね、眉毛さ本当に描くの苦手なんだけどさ、成功率が低すぎてさ、毎回毎回綺麗にさ同じになった試しがない。どうしたらいいのその場合。こっちがいつもしかも太いんだよね、ちょっとだけ。まあいいんだけど、前髪で隠れるから。んお仕事ですか。お、いってらっしゃい。ギフトありがとうございます。ギフトありがとうございます。会長ではないけど偉いね。でもちゃんとやってて、よっしゃー、完了、眉毛完了。今日はまだ昨日より成功してるかな。昨日よりね。そうしましたら今日は、あ、やば、今日はまあアイシャドウしないです、めんどくさいんで。マスカラしちゃいます。まつげパーマに行かなきゃいけん。行きたい。何時までしてるかな、まつげパーマいつものところ。まつげパーマさ、いつもさ午前中かお昼の過ぎしか行かないからさ、夜何時までしてるか知らないんだよね。やばい、マジで本当にさ、まつげさ1日にさ3本は絶対抜けるんだけど、やめてほしい。髪色が黒だから眉毛も黒にしてんのかな。いや全然茶色、黒髪の人は眉毛茶色にした方が垢抜けるんですって。そう、真っ黒にするとそうあんまり良くないんだって。ちょっとねヒカみたいにここまで茶色にしなくていいけど、そうちょっと茶色にすると垢抜けるらしいですよ。それだけで眉毛ってさ、だから垢抜けるのにめちゃめちゃ大切なんですよ。金髪化しちゃうって言ってなかった。あ、金髪が？あ、金髪の時はね、まあ、色抜いたらいいと思います。抜くか、まあ、そう茶色か。黒の時も茶色の方がいいです。黒の時に黒はよろしくない。そう。あんまりね。でもあんまり黒で描くことってないですからね、今眉毛を。そうそうそう、髪よりそうワントーン上げるんです。そうそうそう、詳しいですね。もう私の眉毛はワントーンどころじゃないんですけど普通にもう金髪用の茶色してんだけど、私ねなんか眉脱色をしてないので、そうなんかあんまりめんどくさいなと思って、本当は金髪の時とかしとった方がいいんやけど、しとったやってしてた方が良かったんだけど、そうめんどくさくてしなかったんで。
OK。 おはよう主権さん、ありがとうございます。オッケー、ま、まつげ。そうしましたな。薄く、あ、ちょっと待ってね。ね、昨日さ聞いて、そうめっちゃ虫に刺されたんだけど。そう、蚊に刺されたんですよ。4箇所くらい刺されててびっくりした。そう、どこ、足で今、あ、ここかゆいなって思ったところを今触ったら刺されてる。めっちゃかゆい。そう、ねえ、なんか蚊の時期が来るんだなと思ったら嫌だな。私めっちゃ刺されるんですよ、本当に嫌だ。もうなんかさ、しかもなんか、あ、いるかもしれないと思っただけでさ、なんか痒くならない？そんなことない？おはよう、蚊に刺されたん？そうなんです、されました。まあ、昨日確かに飛んでたんですよ。そう、飛んでた、見かけた、蚊を見かけました。私そうで、途中から痒いな痒いなと思ったんですよ。痒いな痒いなってね、思ってたんですけど、そう、案の定帰ってみてお風呂入るときに気づきました。本当にちゃんと刺されてた。そう、あー、血がないんだけどな、これ。稲川淳二、あ、分かってくれる人いた。そう、稲川淳二、そうやってみた。寝るとき部屋にいると寝れなくなる。いや、分かる分かる。そうなんですよ、なんかプーンみたいなさ、耳元に来られるとさ、うんってならない。ギフトありがとうございます。なるよね、ギフトありがとうございます。あ、ないか、よくはないけど、消しちゃった一回。だからね、そういう時はね、なんかね、蚊のなんか炊きますね。そう、なんか虫が来ないようにするなんかを炊いてます、いつも。蚊取り線香ね、蚊取り線香ないんですよね、家、多分。ね。
なんかベープみたいなの炊いてる。ベープだっけ。そうそう、ハオトがねすごいよね。なんか異様にさ、ハオトめちゃめちゃでかい人っているじゃん。人ったって、そう、あれが一番嫌だ。せめて静かにしとってほしい。そう、そう、コンセントに挿すの。ちょっと待ってね、なんかもうなんかややこしいの来たよ。はぁ、頭使いのが一番嫌いだよ。ちょっと、もう OK。 よし、お待たせしました。本当ごめんね、なんかちょこちょこ携帯に集中しちゃったりして、申し訳ないっす。うん、時間がないもので進めなきゃ、私の将来が危ういんで、しばらくね、終わるまでご了承ください。きっとね、もうちょっとでもうちょっとあー、まあまあまあ、ここあと数日で終わるんで、それが大丈夫です。はい、すいません。今日ね、アイラインめっちゃ綺麗に引けた。ありがとう、みんな優しいね。めっちゃ綺麗。そう、オッケー、ちょっと左ずれたけど、まあいっか、そんな分かるくらいじゃないから大丈夫。遠目で見れば分からない。はい、ということでアイメイクがほとんど終わりましたので、ちょっと絶対前髪うねったよね。ね、知ってる、前髪うなった。でね、ちょっとだけ目の下に、あのね、茶色のああいう描くやつで線をいつも最近引いてますね。まあそんな引いたところで何が変わるかって言われたら別にそんな変わんないんですけどそう、変わんないですけど。よし、じゃあこれつけまして、でノーズシャドウを入れます。お鼻低いんでね、ちょっとね、鼻低いってか、ここがね、私本音出てないんですよ、全然。ここそうだ、ここにね、ノーズシャドウ入れないと平べったいお顔になっちゃうんで、立体感出すためにシャドウを入れます。そう、これ毎回いいよね、ここ低いんですよつって。
OK、ね、少しだけちょっと少しだけねここ伸ばすようにして描いて、そうこれでノーズシャドウは OK。 そうこうやってねお花描いていかないと。鼻がかゆい。ゴムで染めてるんで、ゴムが入んない。で、顔削る用のシャドウと、そんな濃くなくですね。これはまあうっすら、濃すぎるとあれなので、うっすらつけていきます。これ雑につけるとね、なんか本当に茶色の線とか、え、なんかあそこ茶色いけどあの人みたいなね、なるんで。丁寧につけまして、セザンヌのこのパールグローハイライト、え、あれあれブラシがない、ああ こいつ落ちてるじゃん。パールグローハイライトで鼻の先すごい恥ずかしい顔して、鼻の先とこうね、こうね高くなってほしいこの部分にね塗らせていただきますね。はい、完成でございます。平野光の顔面完成でございます。今日のね、あれなんで蓋だけ残ってるんよこれ。ああ眉毛蓋閉めるの忘れてた。あとははい、後ほど歯磨きをねちょっとしまして、磨きをしまして、こちらにね赤色を塗れば完成でございます。誰、本当に誰だろうね、私も分かんない、マジ誰マジ誰、本当に誰。よし、でこれも髪の毛も後でちょっとスプレーで固めまして、口紅欲しいな、新しいやつ。そう今一色しか持ってないんですよ。持ってるんですけど、なんだろう、私に合う色が一色しかないんですよ。そうなくなってもう使ったりしたから、ロム&の濃いオレンジ使ってるんですけど、赤系欲しいな、赤系。そう赤系、私ね昔から真っ赤なリップがすごい好きで、真っ赤なリップ似合う人にすごい憧れがあるんですよ。ギフトありがとうございます。本当にめっちゃ可愛いんですよ。が真っ黒の格好して真っ赤なリップっていうのがめちゃめちゃ好きで、そうでもそう私どっちかっていうとそうオレンジ系なんですよ顔が。まあ別に赤も合わないわけではないと思うんだけど、どっちかってもオレンジとかイエベのね色になるんで、まあだから赤も色によりますね。オレンジ系の濃い赤ならいける、そうですけど、でもなんかこれがいいみたいなさ理想のがまだ出てなくって、そうだからずっと買ってない、欲しいなと思いつつ、うん、もう唇白いよね、ファンで塗っちゃったからそのまま上から。クレニャンにもらったのはそう使い切っちゃったんです、あれもうね出ないっすもうないっす。マミーに買ってもらって試してみる。マミーには買ってもらわないよ私。そう基本的に化粧品というか、まあ身の回りのものね、自分のねご飯とか以外は全部自分で買うので、そう買うなら自分のねポケットマネーからね出しますね。
今何時？今何時？マミーのものを試しに。マミーそんなね、あの濃いもの塗らないんで。そう、これ一回消しとこ。726ありがとう。今日は何も出てくるな。なんかね、テンション上げてこうと思って。眠くなってきちゃうから、多分のんびり配信してたら。そう、睡眠時間が短いもんで。だからね、今日ねテンション上げて、テンションぶち上げで、はい、頑張っていくために。まあ大丈夫、でも仕事中に寝ることはない、絶対。今日立ちっぱだから立ちっぱの動きっぱなんで、きっと。ね、みんなもね、だからね、テンション上げてこう、一緒にテンション上げてね、ウェーイって頑張ってこうで頑張ってこう。立ち上がりのタクトあります。もうそれ究極だね。え、私さすがにないわ、立って寝ることは。歌歌おうね。そういう時歌だよね。さてさて、何歩になるかね、何歩かね。いや、今週、あー、あれだな。あ、でも明日も、あ、そうね、うん。今週は基本的に全部、今週とは5日からやんな、5日。今週日曜日からやっとしたら、そうね、あ、全部1万歩多分超えます。今日も超える、そうはず、多分移動時間とか見てたらかなって思うんで。めっちゃ痒い、ここ脇。君がくれた夏、その奇跡僕は忘れない、ね、いい。君の描いた未来の中に僕はいない、その時代もない、まだ少しだけ傷を抱えた二人は夢の続き探してた。思うままに色づいてくと思ってた。答えなんか見つけられずに、それでもこの世界回り続けて。君がくれた夏、その奇跡僕は忘れない。 Oh, 溢れそうな、溢れそうな思い、あの夕日に隠して。 So why? So why? So why? 気づいていた。True love, true love。 懐かしい、久しぶりに歌った。これ高いんですよ、ゆいりレオさんの歌。めっちゃ好きなんですけど。ギフトありがとうございます。あとは何かな。あ、これ歌いたい。これ好きですね。
もし5分前に戻れるなら何をしますか。私はさっきの返事もう一度したい。どうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったの。あなたの前だとなんだかうまくいかない。人生は後悔ばかり。でも泣いて笑って少しずつ進むの。もし5分前に戻れるなら素直でいよう。あなたのそばにいたくなるそんな日でした。ねえ時間は巻き戻せないけど何度も何度もやり直せばいいよね。今夜は涙で溢れても明日笑えればいいじゃない。優しいその手に触れるまでずっとあなたの夢を見てる。今夜はおやすみ、目を閉じるよ。ルル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 。これ知ってます？皆さんこの歌。ジヨンさん、JY さん、JY さん、ジヨンさん。うん、ジヨンさん。カラのジヨンさんですね。はい。の歌ですね。あのドラマの主題歌。好きな人がいること。あ、タイトル通りなんだ。好きな人がいることやったかな。桐谷美玲さんと、あと三浦翔平さんと山崎賢人さんと野村周平さん、そうがやってたドラマなんですけど、結構前の、そう、それの主題歌です。確かあれ好きだったんですよね。結構男性もの歌いたいな。ちょっと待ってね。あ、ボアさん歌いたい。そう、ボアさんね、好きなんですよ。バレンティ好き。確実に私の未来を巻き込んで、恋は走り出した。君の手を掴んだ。両側から燃える花火みたいだった。視線も剥がせない。 Oh steppy steppy babe、 どうして出会えたの、どうして私なの。 Boy I fall in love with youこの瞬間もタイトなジーンズにねじ込む私という戦うボディ。どんな小さな願いにも貫くチャンスをあげて My dream。 はぁ、ですね。声出ない声全然出ない。メリクリいいですよね。二人の距離がすごく縮まった気持ちがした。自然に腕が組めて冷えた空見上げた時に、コンビニでお茶選んで、当たり前の
当たり前に分け合って君の腕にくるまれている。ちょっとコナン君の歌ちょっとごめん止めますね。ずっとずっとそばにいて大好きな君を見つめてたい。 Snowflake 君の声出ないぬくもりは冬の贈り物、ほら雪だよ。メリクリ高いんですよ、めちゃめちゃめっちゃ高いんですよ。声がちょっと裏声も出てなかった今日、すいません。はい、そんな感じですかね。あと20分くらいしたらね、55分になったらランキングいきますね。今日高いよねこれね。ちょっとね、多分昼にかけてだんだん出るようになってくんで裏声も。昼は歌わないよね。そうっすね、仕事中なんで怖くない？仕事中にさ「ずっと」とか言ってさ歌いだしたらさ怖くない？熱唱してるみたいな。初見さんありがとうございます、おはよう。おはよう。おさひかさ、なんかさ、まあ接客とかしてるとさ、やっぱ「いらっしゃいませ」とかもあるじゃん、言う時あるじゃん。いらっしゃいませのさイントネーションが変な気がする。いらっしゃいませなの？いらっしゃいま、そうね、今普通だったかも。いらっしゃいませ、なんだっけな、前なんか私変じゃないと思ったんだよね。何かなんか多分いらっしゃいませみたいな、なんか多分こんな感じの音であれと思って、私何に引っ張られてんだろうそんなにと思って。いらっしゃいません。あ、でもさ変じゃなくない？いやちょっと変なのか分かんない。でも他の人がいらっしゃいませって言って、あれ私違うぞイントネーションと思って。あれだ、ありがとうございます、そうかもしれない。ありがとうございますに引っ張られていらっしゃいませになっちゃうかもしれん。そう、ありがとうございます、ありがとうございますは別この音でいいじゃん。そう、ありがとうございますもそうだけど、ありがとうございます、なんだろうね、なんか変な抑揚つけちゃうな、やだな、気持ち悪いななんかちょっとやだな。そうだから多分あれだよね、私がアイドルしてた頃の名残がねイントネーションに残ってるよね。ちょっとなんかそのありがとうございますみたいなさ出てるよね、名残がね。ありがとうございます、注目して応援してるね、ありがとう。ね、お見送りとかさ MC とかで何々何々何々ありがとうございますみたいなさ、ありがとうございますなるじゃん。そう出てるよね、劇場ね、出てっちゃう。でもちょっと隠しきれないんですよ、すいません。ちょっとやっぱりちょっと不倫だったんですけど、やっぱりねちょっと元アイドルっていうのをちょっと隠しきれなくてすいません冗談ですよただただ癖になってるだけなんで冗談です。
僕の中では光るずっとアイドルです。ありがとう。50歳になっても60歳になってもそう言ってね。私が年齢重ねていってもそう言ってね。ずっとアイドルだよ。ありがとうございました。にアイドルオーラも飛んでる。そう、ありがとうございました。あ、でもありがとうございました普通かも。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。あの、あがんないかも。ありがとうございました。ありがとうございますだけだね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますだね。ありがとうございます。すごい、もちって言ってくれる人がいっぱいいて嬉しい。ありがとうね、本当に。そう、ありがとうございます。変なの、なんかちょっとすごい、なんかさ、一回気にするとさ、めっちゃ気になるんだよ。アイドルの職業柄他にある？なんだろうな、癖とかでしょ。でも基本的に話し方はもうアイドルの時と変わんなくなっちゃった。そう、説明する時とかもなんかみんなと話してみて、あーありがとうってお話し合いとかするじゃん。握手会でも今日ありがとうありがとうみたいな、来てくれてありがとうみたいな、このテンションじゃん。それをそのまま持ってっちゃう。そう、なんか、あ、はい、ありがとうございます、あ、そうですね、そうしましたらこちら、ちょっと上がるんだよトーンがどうしても。そう、そうしましたらこちらこうこうこうでこちらお願いします、あ、ありがとうございますね、不思議だよ。なんか多分してなかったら、あ、そうですね、こちらこうしていただきまして、ちょっとあの低いんですよ。しかも元々の声が低いというか、ちょっと下がるんで、でなんかテンション上がった時じゃないけど、なんかアイドルしてる時はちょっと上がるんですよ。ありがとうございますって、あー来てくれたんですね、ありがとうございますみたいな、まあわかるじゃん、みんなご存知の通り。そう、そうなっちゃうんですよ私。うん、なんか普通の話し方したら、あ、まあこんなもんじゃないですか。うん、こうこうこうだよね、はははっつって、はははっ言ってな。そうなんだけど、あとなんだろうな、あ、手の振り方がアイドル式あるかも。なんかで一回手振る時があって、振られたから振ったのかな。そしたらさ、なんかすごいみたいなさ、なんかさ、うわー、なんか劇場とかみんなにやってたやつしてると思って、なんか多分普通だとみたいな、なんだろうなんかちょっと控えめというかなんだけど、はーってやっちゃうんですよそう、ちょっと恥ずかしかった。そう、アイドルしてる時とこれ変わんないと思って、まあいい、別悪いことじゃないんですけどね。そう、私もまあまあまあいいかなと。でも後でふって悪に帰るとちょっと恥ずかしくなるんですよ。他は、他なんだろう、あ、でもマナー的なものはちゃんと根付いてるなって思ってる。まあ挨拶もそうだし、ありがとうございましたっていうのもそうだし、
そう、まああといろいろ他にさあるじゃんマナーは、まあ、社会に出て、まあそれはさどこまでその人がするかはまあ個人の問題じゃん結局、もうそういうのは結構私は教えられたことをやってるなって思ってる。そう、おはようございます、なんかあったらお疲れ様ですなのかおはようございますなのかよろしくお願いしますとかありがとうございましたとか、そういうのはねなんかうん、なんかまあ常日頃言ってきたじゃないですか、そのリハ終わりとかまあステージに向かってとか始まる前とかねよろしくお願いしますとかいうのはめちゃめちゃ言ってきたから、なんかそういうのは残ってるかなって思ってる結構。それはすごく良かったな、大事なので。あとたびたび言われるのが真面目だね。そう、なんかいろんなとこ行って人に言われるのはすっごい真面目だねそうバイト先の人に真面目やねって言われるのはあなんか変わんないなって、あんまりあやっぱりそのアイドルじゃなくなっても言われることってあるんだと思って。そう、まあ、ファンの方もさめっちゃ真面目って言ってくださいますし、まあ、メンバーからもね、まあ、真面目だよねって言われることが多いんですよ。そう、それをバイト先でもね言われるようになりました真面目だね。まあありがたいことですね、すごくいいことだよって言われたから嬉しかった。すごい真面目だよねって、あそうですかって言ったらすごくいいことだよって言われて嬉しかった。アイドルになる前からなんじゃない、いや意外とやんちゃしてましたよ、学校の規則ちょっと破っちゃったり、割とそれで怒られることもありました、小学校なんか特に。そう、小学校が一番やんちゃしてたね、なんかいろいろ。まあ根はなんかちょっとどうか知らないけど、まあ一生くらいの、え本当はダメなんだよ、でもさそのやんちゃがゆえのなんかいろんなところに行きたいみたいな、もちろんさその学校によってはさこれ以上親いなかったら行っちゃいけないよっていう場所があるわけじゃないですか、この地区ここから出ないでくださいみたいな学校。そうそう、だから校区外っていうんですか、初見さんありがとうございます、おはようございます。そう、校区外っていうのがありまして、まあ、そっちには出ないでね、行かないでね、親行くときは親と一緒に行ってねとか親の許可もらってね、まあ、もちろん習い事とかある人もいるから、まあ、親の許可をもらってから行ってね。私は結構だから行ってました。でも違う、ひかりはこれねすごい私としての言い訳がありまして、だって親に許可もらったんだもん。そう、親に許可もらって行ってねって言われたから、え行ってきていいっていう許可をもらって私は航空外に行ったんですよ。でもそこで先生と会うと、えなんでいるのって言われるんですよ。で親に許可もらったんでって言ってもなんかダメになるんですよ親に許可もらいましたみたいな、友達と行く時ね、親に許可もらいましたちゃんとって言ったら、そう、えダメですみたいな、許可もらったらいいって言ったじゃんそうで、まあ何回かやりましたねそういうのね。そう、今はねそんなことしないですよそういうまあやんちゃもありましたよ。そもそもなんでダメなんやろね。いやーなんかねあれなんですよね、やっぱりその安全とかの問題なんですよね、どうしても。
そう、やっぱりそう不審者がいるとか遠くに行きすぎると先生たちが守れないというか、まあ、先生たちがさその四六時中守ってもらうわけことはできないじゃないですか、もちろん。そうでもせめてこの区だけはまあこの学校の区なので、なんて言うんだろうな、まあいろんな人の目もあるし、いろんな人の目もあるしって言い方あれだけど、そうなんかまあなんかある程度なら守られるというか、なんて言ったらいいんだろう、説明ができないけど、そうまあ絶対とは言えませんよ、本当にずっとしろずっと先生がついてくるわけでもないから。そうでもなんかまあそんな感じになるからっていうルールなんだろうなって私は勝手に思ってる。ギフトありがとうございます。そうだからなんて言うんだろうね、まあその当時はさ、えなんでこんなルールあるんって思ってた、正直ね。いやいやいや、別行ってよくないみたいな思ってたけど、まあ、今思えばまあそれもルールやなと思ってギフトありがとうございます。そうなんか結構あるよね、えなんでこんなルールあった、まあ、今でもこのルールどうなんだろうっていうルールは結構ありました、やっぱり学校ね。そうありましたけど、なんかまあその中で何個か、ああこういうことだったんだろうなっていうのはあるよね。ああこういう高校こうするためにこういうルールがあったんだろうなとか、そうっていうのはまだこうやってね二十歳になってちょっと思うところはねあったりしましたね。私あでも中学校の頃にね髪の毛めっちゃ言われたな。私前髪長かったじゃないですか、前髪結んあの止めるか結ぶかしなさいって言われてめっちゃ怒られた。そうでもボブだったから、そうボブだったんじゃないですか、私ボブだったからえっと思ってどうしようと思って、どうしたんだろうあれ結局。そうもう覚えてないどうしたのかも。うん。頭髪検査はだからたまに引っかかってましたね私。前髪の量多めというか、私もここから全部この辺りからこうやって分けて、ここがもう 長い前髪だったんですよ、前髪ない人だったんですよ。そうこうやってね、これが同じ長さくらいあって、で髪の毛結べないからみたいな、そうだったんですけど、前髪は結べって言われて、そう髪の毛結びなさいって言われて、えどういう風に結んだらいいんですかと思って悩んだ記憶がありますね。前髪襟足に厳しいですよね学校って。あそうなんですよ、あと耳周りとかね厳しいところです、なんか耳にかかんないようにしてください。なんかどうなんだろうねあれは、わかんない。でもさ言うじゃないですか、まあ、社会にもさルールがあるわけで、会社とかにもそれの前の練習なんだよ的な感じのことを言うじゃないですか。どうなんだろうね、本当にそうなのかな、わかんないけどね、まあ厳しいですよね。お、55分ありがとうございます。ということでね、ちょっとランキングいきますね。13位ゆうこさん、12位ワンちゃん誰かちょっとわかんない、ワンちゃん。11位鉄道のエイト、30位何でしたっけ、あ、コウヒレンさん、あ、違うかな。9位エレメンツさん、8位オーネームな方ですかね、7位桜のお友達さん、6位かぼちゃんアット、今日も999キュッと怪我に気をつけてお仕事ファイトさんありがとうございます。5位 ZR7S さん、4位 662BPM さん、3位谷口ひろきさん、2位さとちゃん、1位けんけんけんアット、ずっとひかるん推しさんです、ありがとうございます。ギフトいきます。桜のお友達さん、鉄道のエイトさん、けんけんけんさん、
赤髪のユーマさん、谷口ひろきさん、炎上さんです、ありがとうございます。コーヒーレンさんで合ってるよね、よかった。呼ばれてない方挙手制でお願いします。パソコンで電源落とそう。シャットダウン。あ、やばいやばいやばい、ちょっと待ってね。かぼちゃん、ブリーチさん、シャッちゃん、はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。スクショタイム、はい、了解です。ポーズがいつも決まんない。ピースにしちゃう、どうしても。はい、ありがとうございます。それでは初見さん、ありがとうございます。おはようございます。ちょっとね、もうちょっとで配信終わっちゃうんですけど、あと3分くらいで、よかったら見てってください。はい、ということでね、今日も一日頑張っていきましょう。はい、頑張ろう、元気に。私もね、お仕事頑張ってきます。でくる、頑張る、ね、みんなもね、気をつけていってらっしゃい。今日のお天気は、今日全国的にお天気どんな感じですか？雨？晴れ？曇り？私のところは曇りですね。石川曇りかな。はい、まあね、なんか暑くなったりとかもしますので、熱中症にはお気をつけて過ごしてくださいかな。曇りか。そうね、なんか、そうね、曇りのところが多いのかな。曇りね。でもなんか気温がちょっと高かったから。あ、さとちゃん、ありがとうございます。雨？そう、なんか、うん、まあ、気温が高いところとかもあると思う。なんかちょっとね、ジメジメしてみたいなことがあると思う。まあ、皆さん本当にお気をつけて過ごしてください。ショールーム、インスタグラム、755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。夜配信は分かりません。今日は本当に分かんない、まあ、やりたいと思ってるけど、ちょっとできるか分かんないので、できたらまた連絡します。はい、このそれでは皆さん、今日もお仕事頑張っていきましょう。学校ある方も頑張ってください。はい、かなー。あと言い忘れたことはないですか？ないですかね？大丈夫ですかね？はい、大丈夫そうですかね。ということで、今日もね、朝早くから見に来てくださってありがとうございました。今日ね、2336人の方がね、朝から見に来てくれました、ありがとう。はい、ということで、またまあ夜やってれば夜、明日も配信をするので、多分まあ最悪明日ですね。ゆうぼうさん、ギフトありがとうございます。ということで、頑張っていきましょう。ありがとうございました。またね、ピースまたね、みんな行ってらっしゃい。お仕事頑張ってね、頑張ろう、一緒にね。